現在の中区吉島付近から北方向を望む。写真中大屋や,や右を縦断する太い道が小井城通り、その下の橋が南大橋。1939年の航空写真。左下に見える南大橋は現在とは橋位置が異なっており、広島市道駅前、吉島線も三通である。1962年の航空写真。市道駅前、 吉島線が付設され、前年の掛け直しにより位置は、現状と同じになっている。南大橋は、広島県広島市の元安川に架か,かる道路橋。広島市道駅前、吉島線筋の橋。戦前からある橋で、戦後に掛け直されている。左岸側に、広島赤十字、原爆病院や仙田保育園があり、最寄りの駅として、広電日赤病院前停留場がある。 右岸側には、広島刑務所や吉島公園がある。西詰二たを右に曲がると、広島市道、吉島観音栓筋となり、船入橋から、南、観音橋と続く。上流に、明治橋、下流に、広島市道霞すみ交互筋の南千田橋がある。1932年、初代の木造橋が架けられ、以降、1992年になって、 南千田橋が架橋されるまで元安川で最下流に位置する橋であった。初代橋は現状のものより幅は狭く、架橋位置も現在とは異なり、東詰めが原橋よりもやや下流に付けられていた。1940年以降、広島湾岸の江場町沖、観音町沖とともに、橋の西側の吉島町沖が埋め立てられ、海軍の吉島飛行場が建設されたため、 ここへの連絡通路として利用された。1945年8月6日、橋は原爆に被災した。爆心地から 1.75km の位置にあった橋は爆風により桁が3カ所破損して、南側に大きく傾斜し、降欄はすべて破壊されよう、田元側が焼けた。ただ人だけは渡ることができたため、避難者は西へと逃げていったが、吉島側の包み下には、 多数の死体が漂流していたとの証言もある。しかし、同年9月の枕崎台風と、同年10月の悪根台風による水害により、落橋した。その後まもなく、木造により復旧している。現在の RC 作り橋は1961年4月に、指導駅前、吉島線の開通に伴って新たに加強されたもので、ある。この際、橋の東詰めは、 初代教のやや南側に付け替えられ、現在に至っている。ありがとうございます。